皆さんこんにちは。よろしくお願いします。今日から服装を変えてます。ちょっと派手めな服で、お届けします。本日は番外編で、テーマとしては、誰かに話したくなるサッカー名言にしました。YouTube とかでも、サッカーの名言がダーッと言葉で流れているのもあるんですが、僕の方は少しその背景だったり、そのストーリーなんかを交えながら、コーチ目線での、名言というものを今日はお知らせしていきたいと思います。ホワイトボードには人を書いています。で、この人がどんなことを言ったのかなっていうところをお話ししていきたいと思います。最後はですね、コーチとしては絶対覚えておいてほしい名言が出てきますので、最後までご視聴お願いします。では、一人目、デトマール・クラマーさんです。日本サッカーの父と呼ばれています。1964年の東京オリンピックの時に日本代表の監督をやられた方です。歴代の日本代表の監督の中で初めての外国人監督ですね。でこの方の活躍によって1964年の東京オリンピックではベスト8で、その4年後のメキシコオリンピックでは銅メダルを勝ち取ったというとても偉大な方です。またクラマーさんは、5つの提言というのも話をしています。この5つの提言に基づいて今も日本サッカーの方針があると言っても過言ではないぐらいですね。5つの提言というのは、1つ目、強いチーム同士が戦うリーグ戦を作りましょう。2つ目、コーチ制度の確立。3つ目、芝のグラウンドを多く作って維持しましょう。ちなみにこの芝のグラウンドをたくさん作りましょうというのに一番最初に取り組んだのが静岡県と言われています。なので静岡がサッカー王国になったと言われています。4つ目、国際試合の経験を数多く積んで、日本代表は少なくとも年に1回は、ヨーロッパを遠征して強豪と対戦しましょうと。つまり、強い相手と戦っていくことがとても重要だというお話です。5つ目、高校年代からフル代表まで、それぞれに専属のコーチを置きましょうと。この5つが、今の日本の代表を大きく形作っていると言っても過言ではありません。それでは早速名言ですが、クラマーさんの名言もたくさんあるんですけども、今回はお2つ紹介しようと思います。1つ目、ボールは丸い、試合は90分。なんか意味のわからない、よくわからない、言葉に感じるんですけども、これは言いたいことはとてもシンプルで、ボールが丸いので、どこに転がってしまうかわからない。とてもサッカーってのは、非常に、偶然性のあるいろんなことが起きるスポーツであるということが1つ目。そして試合が90分っていうのは、その偶然性のあるスポーツながらも一定のルールの中でやってますと。これをやっぱり認識しておきましょうということです。非常に偶然性があってミスも起きるというながらも、ルールをまずしっかり、理解し、そのルールの中で、もしくはルールで許されている子だったら何でもいろんなことを考えてやっていきましょうということになります。ではその2つ目、サッカーそれは本当に素晴らしい競技だ。なぜなら子供を大人にし、大人を心身育て上げる競技だから。これはとてもすごく、いい言葉だと思います。我々コーチとしてやっている中では、サッカーで強くなって勝ってっていうところももちろん目標としてはあるんですけども、やはり目的としては一人一人の選手が成長していくということを見守っていきたいなと思っています。なのでやっぱこのサッカーを通じて選手が大人になっていけるんだと、そういった素晴らしいスポーツなんだなということを意識しながらやっていますし、我々大人も大人になったからいいやではなくて、このサッカーを通じて紳士になっていくんだということをやはり心の中で強く銘じる必要があるかなというところです。では続きまして、ヨハン・クライフです。トータルフットボールというものを作ったと言われていますが、クライフの前までとクライフの後ではサッカーがまるで変わると、ぐらいに衝撃的な選手です。それまではなんていうんですかね、ポジションが決められていて、攻撃の人は攻撃、守備の人は守備としていたのが、
クライフが行ったトータルフットボールによって攻撃も守備もいろんな人が入れ替わり連動していくというものが出来上がります。クライフ自身は出場している全員の選手が点を取れればそれは楽しいじゃないかと、ね、そんなような表現でも言っていますが、ディフェンダーがオーバーラップするみたいなものが作られたのがクライフ以降になります。ちなみにあまり日本では有名ではない選手なんですけれども、まあ、バロンドールは3回取ってますし、1999年の12月に発売されたワールドサッカーっていうヨーロッパの雑誌で、ものすごいいろんな記者からアンケートを取って、偉大なサッカー選手、20世紀で最も偉大なサッカー選手というアンケートを取った時に1位がペレ、2位がマラドーナ、3位がこのクライフ、4位がベッケンバウアー、5位がプラティニ、6位がディスファーノでしたね。ではそのヨハン・クライフの名言を言っていきましょう。今回ご紹介するのは3つです。では1つ目、自分が走る必要はない、ボールを走らせるんだ。これはクライフのサッカーの考え方を結構よく表している言葉だなと思います。一生懸命さをアピールするのがサッカーではなくて、ボールを使ってゴールを揺らす、ゴールの枠の中に入れるっていうのがサッカーなので、その動いている、自分たちがたくさん動いても疲れるだけなんですが、ボールはどんなに走っても汗をかかないと言っています。つまりボールをたくさんたくさん動かせば動かすほど相手も走らせることができる。ただ自分たちはそんなに走らなくてもいい、まあ、最小限、ね、必要最小限の、走ってる量だけでも相手を疲れさせる。そのためにはボールを走らせろという言葉があります。では2つ目、攻撃しない美しくないサッカーに一体何の価値があるんだろう。勝つ負けるというのはすごく重要なことなのかもしれないんですけども、やはり、まあ、スポーツであるという以上は、やはりやってて楽しいっていうこともそうですし、まあ、見ている側も楽しい。まあ、特にプロ選手の場合は見せてなんぼっていうところもあるので、やはり攻撃をする、チャレンジをしていくということがすごく大切だと。近いような内容として、クライフの言葉としては、1対0で勝つぐらいだったら7対8で負けた方がいいと。それだけ攻撃をしていこうと。いう考えでした。まあ、当然守備が必要ないという意味では全くないですが、チャレンジするということにすごく価値を置くという言葉ですね。では3つ目、9番はディステファーノ、10番はペレ、私がそんな番号をつけたら紛らわしいだろう。これどういうことかっていうと、クライフというと14番なんですね。背番号14番をずっとつけていました。で、当時は背番号が、人についてるのではなくてポジションについていたんですね。ペレがなぜ10番かというと、キーパーから数えて10番目のポジションにいたから10番なんですね。で、先ほども話したディスファーノっていうの9番目のポジションにいたから9番なんですね。で、まあ、12番以降っていうのは控えの選手なんですけども、クライフはたまたまその時、試合の最初の時に、なんかユニフォームが汚れたか何かで、しょうがないからって言ってパッと取った14番を着て、まあ出たっていうのが最初のスタートらしいんですが、それからクライフはそのずっと14番を着ていて、で、これ今の言葉っていうのはある時記者に、なんであなたは14番なんですかって言われた時に、自分はディスファーノでもペレでもない、俺は俺なんだという意味で14番なんだという意味で言った言葉らしいです。なぜ10番がエースかって呼ばれているかというと、たまたまつけていた、ペレがつけていた番号が10番で、その10番のペレを見て、その選手に憧れた、例えばマラドーナとか、他の選手、ベッケンバウアーとか、プラティニとか、が、ペレに憧れて、俺もペレみたいになりたい、だからペレと同じ番号を背負って10番をつけてるんですね。で、マラドーナに憧れた選手がまた10番をつける。だからなんか10番がエース番号みたいになっているんですけども、自分が自分らしく、あるための番号がこれだというものがあるんであれば、もしくはたまたまもらった番号がこれだっていうのがあれば、その番号こそ自分だぜっていうのは、アイデンティティの発揮としてはありなんじゃないかなと思います。では続いての選手ですが、ロベルト・バッジョです。イタリアの至宝ですね。
ちなみにさっき、スマホでイタリアの至宝って検索したらバチョが出てきました。ぜひ皆さんもやってみてください。バチョの名言なんですけれども、1994年のワールドカップアメリカ大会の決勝戦でブラジルと戦った時で、そのワールドカップアメリカ大会はその大会として一つ、まあ、評価された、まあ、悪い評価として言われているのが、非常に暑い時期に、暑い場所で連戦をしたと。で、そのなぜ暑い時間にやったのかっていうと、テレビ放送、まあ、ヨーロッパでのテレビ放送がいわゆる夕方のゴールデンタイムに移るようにするためには、もう、真夏の真昼でやってなくてはいけないと。それが選手としてどう、選手に対してどうなんだというのは一つあった大会でした。で、この時のイタリアも決勝まで進んでいくわけですね。その中でも非常に過酷な戦いがあって、最後ブラジルとの決勝戦です。ブラジルとの決勝戦、前半後半では決着がつかず延長戦になり、そこでも決着がつかず、エースであったバッチョはもう疲労困憊の状態、そこで PK 戦になります。その PK 戦、最後の最後、大事なところで実はそのバッチョ、エースであるバッチョ、イタリアの至宝であるバッチョがまさかの PK を外すんです。枠の外へ。これは非常にショッキングでした。私もリアルタイムで見てましたけども、あのバッチョが外すんだと思いましたし、逆に言えば、あ、いや、バッチョだからやっぱりここまでやってきてもう体も疲れ切ってる状態で PK 蹴ったらやっぱり外すんだというふうに思いました。で、その PK を外してバッチョが要するにそこまで決勝に連れてったヒーローであったのが、最後優勝できなかった、まあ犯人になってしまうわけですね。その時に言ったのが、PK を外すことができるのは PK を蹴る勇気を持った者だけだ。この言葉は非常に僕の心の中に残っている言葉で、去年とかもやはり選手にこの言葉を話をした、一回したことがありますね。で、どういうことかっていうと、PK を蹴る、非常にこうプレッシャーもかかるし、まあ、ジュニア世代とかだと PK 蹴りたくないっていう選手も結構多いんですが、その PK を蹴るっていうのはそれだけプレッシャーを跳ねのけて自分でやるんだっていう気持ちの表れだし、試合を決める大きなチャレンジであるわけですね。で、チャレンジをして失敗をしたっていうものを、叩くというか批判するっていうのは、まあ、絶対やっちゃいけないと僕は思っていて、やはり PK を蹴るという、ことが批判、失敗して批判されてしまうのであれば、そもそもチャレンジしない方が良かったという話になるわけですね。なので、この言葉が表すのは、チャレンジしたからこそ失敗も成功もあると。外すことができた、失敗することができたのはチャレンジをしたからだ。その時世界にいる70億人の人たちがPK を蹴りたくても蹴れない、つまり外したくても外せない、まあ、入れたくても入れない、唯一バッチョだけがそこに立ち、そこで蹴って、まあ、結果として失敗をしたと。ただそのチャレンジを責めてはいけないよねということで、この言葉は非常に僕の中では強く残っている言葉です。では続いて、岡田武史さんですね。まあ、ご存知の方も多いかと思いますが、日本代表の監督を、まあ、二巡やったっていうんですかね。一度、その二回目の時の、ワールドカップ南アフリカ大会の時の言葉です。ワールドカップ南アフリカ大会グループステージを突破し、まあ、ベスト16まで行ったというところの中で、まあ、日韓ワールドカップの時にベスト16行った時以来のベスト16なので、非常に評価されましたね。で、やはり岡田監督素晴らしい監督だというふうな、まあ、世論が高まったんですけれども、その時に言った言葉です。今の日本サッカーの進歩はみんながレンガを積み上げてきた結果だと。で、サッカー仲間が横に積み上げ、縦に積んでくれたレンガの最後をちょっとだけ自分が積んだだけですと。
このでかい成果、ワールドカップでグループステージ突破してっていう、で、このでかい成果の岡田武史監督がここをちょんと積んだだけです。それまでのみんなの努力がここを積ませてくれたんですと。我々のようにグラスルーツでやっている者たちからすると、実際自分たちのやってるチームからプロ選手が出るのか日本代表が出るのかって言ったら非常に厳しい狭いもんだと思って、なかなかそんなうまくいくもんではない。だけどもそのグラスルーツでやっている選手、コーチ、保護者、いろんなチーム関係者の方々、そういった一つ一つの積み重ねによってそのレンガが横に広がって、でそれをだん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 上に積み上げてきて日本代表が最後にあるんだという意味なので、これはやっぱり非常に我々も頑張らなくちゃいけないし、そこをトップの監督がそれを理解してやっているということは非常に素晴らしいことだなと思っています。では続いて、ゼップヘルベルガーさんです。あんまり聞いたことないし、私も実はそんなにほとんど知らないんですけれども、ドイツサッカーの父と呼ばれています。で、実はこのゼップヘルベルガーさんの、弟子というか教わったのがクラマーさんなんですね。なので、我々日本サッカーの父のさらに父なので、おじいちゃんみたいな感じでしょうか。で、この方の名言なんですけれども、試合終了の笛は次の試合開始の笛である。これも非常に好きな言葉なんですが、やはり試合が終わりましたよってなったら勝ったとか負けたとか、そういう話になったりするんですけれども、そこの試合はその笛が鳴った瞬間で終わりなんで、大げさに喜んでもしょうがないし、大げさに落ち込んでもしょうがないし、その試合で身につけついたもの、課題だったもの、そういったものを、さあ次の試合が始まるまでにクリアしていこう、もしくは伸ばしていこうということですね。試合終了の笛がピッピッピーと鳴ったと思ったら、さあこれから次の試合に向けて頑張るんだぞという気持ちを持っていきたい。これがマッチ、トレーニングマッチと呼ばれる、試合があって、その間にトレーニングをすることによって次の試合につなげていくという考え方のベースになっているのかなと思います。では最後の2つですね。この2つ、このロクスブルグさんとルメールさん、私もそんなにこの人自体には知って、詳しいわけではないんですが、この二人の言葉は、私が D 級のライセンスを十数年前に取った時の、最初の1ページ、2ページ目に書いてあったような気がします。今でも、D 級の、ライセンス、もしくは C 級の時でも少し話題にはなっておりますが、この二人の言葉はとても重要です。で、アンディ・ロクスブルグさんは、UEFA、ヨーロッパ、サッカー連盟の、テクニカルディレクターの人、だった人です。で、この人がどんな言葉を話したかっていうと、未来に触れる。未来に触れるって一言で言っても分かりづらいんですけども、結構、英語で言うタッチ・ザ・フューチャーの方がよく使われるかもしれませんが、その未来に触れるっていうのはどういうことかっていうと、我々指導者が何をしているのか、例えばジュニア級の選手にこう教えているっていうのがどういう行動なのかっていうと、その選手の10年後、20年後という未来に対して我々が触れている、つまりそこに責任を持ってるんだということです。もちろんジュニア期に限らず、ジュニアユースだったりユースだったり、もちろんプロの選手に対してでも、そこに指導をしたりアドバイスをしたり、何か語りかけたりっていうことの中では、やはりその選手の未来に向かって僕らは何かをアクションを起こしているんだと。非常に重要だし、責任もあるし、やりがいがあることなのかなと思いますが、やはりそれだけの責任を持っているんだということを自覚しなくちゃいけないということです。では最後、ロジェ・ルメールさんのですね、元フランス代表の監督になります。学ぶことをやめたときに教えることをやめなければならない。これはやっぱり、曲がりなりにもコーチと呼ばれているものとしては絶対に忘れてはいけないですし、
常に心の真ん中に置いとかなくちゃいけないかなと思うことです。俺はコーチだ、偉いんだぞなんて言っている時点でもうそこでコーチ失格ですよね。誰かに何かを教えるっていうことは、その人たちよりも常に前へ前へ前へ、行こうという気持ちを持って学びをやめてしまってはいけない。学ばなければ、もう教えることはやめなきゃいけないよね。これは、とても重要な言葉だと思います。例えば言い方を変えてみると、誰でも、サッカーを始めた子供のお父さんが、グラウンドにジャージを着て、笛持って、バインダー持って、行けばなんとなくコーチなんですよ。で、選手から見ればコーチに見えるからコーチコーチって言ってくるんですよね。で、その中で笛吹いてああしろこうしろっていうのは誰でもできるんです。そこに学びを入れるかどうかはとても大切で、サッカーは、サッカーの原則みたいのがやっぱりあって、これを知っておかなくちゃいけないかなっていう最低限のところはやっぱあると思います。で、その上で人に教えるっていうんであれば、そのコーチ論っていうのもあるんで、日本のスポーツの中ではサッカーが、そのコーチ論を体系的に、言語化されて、誰でも学ぶことができるという状況が作られているのは、ちょっと日本のスポーツの中ではサッカーが特殊といえば特殊です。逆に言うとそういった環境にあるので、指導論もやっぱり学ぶべきだと思います。で、その上に成り立つのがサッカー論で、俺はこんなサッカーがやりたい、こういうチームを作りたい、ドリブルを中心にしていくんだとか、パスを中心にしていくんだとか、カウンターだとか、守備が。もうこれはもういくらでもここに関しては、みんなやっぱり、いろんな考えを持っててもいいと思いますし、やっぱそのいろんな考えがあるから、サッカー談義に花が咲いて面白いわけですよね。ここはもう、どんどん広がるべきだと思います。ただその前提としての、サッカーの原理原則であったり、その指導論、指導の仕方みたいなところはやっぱり学ばなくちゃいけないと思っていて、この学びをしない、もしくは学ぶことをやめてしまったのであれば、もうその時点でもうコーチではないというふうに僕は思っています。はい、今日の、名言、誰かに話したくなるサッカー名言は、ここまでです。もし、好評でしたら、第2回、第3回とやってみたいと思います。ありがとうございました。最後まで見ていただきましてありがとうございます。よければチャンネル登録、いいねボタンお願いします。動画作りの励みになります。また、コメント欄に、質問だったり、リクエストだったり、こんなことを聞いてみたいなってことをぜひぜひたくさん書き込んでください。動画作りのネタにします。それではまたお願いします。